富士石油アラビア石油アラビア石油株式会社は、石油や天然ガスの開発事業を主業務としていた、日本の企業である。現在は、開発事業から事実上撤退し、クウェートからの原油購入、販売を主業務としている。1958年に、アラビア太郎あるいは、山下太郎などと呼ばれた、山下太郎が設立した。国策油田をもとうと設立された。 石油業界の結束企業だった。日の丸油田と呼ばれる日本の自主開発油田をサウジアラビアやクウェートなどから獲得し、日本の自主開発油田の約50%を占める採掘を行い、石油の安定供給に貢献してきた。大規模海底油田カ富士油田は、硫黄岩油量が多く、重質油であった。需要先と協力して、 廃煙脱流装置を設置するなどの努力を重ねると、共に、1971年重質油の分解処理に、携わるユリカ工業を設立した。1968年から1985年の間、国内経常利益ベスト10企業に登場し、1974年から1976年、1979年から1980年の間、 経常利益でトヨタ自動車などを抑え主であった。その後、サウジアラビアとクウェートとの石油利権協定を延長するための交渉が行われてきた。サウジアラビアとの交渉では、利権更新の条件として、日本の負担による鉱山鉄道の建設、運営を求めるサウジアラビア側と、再三の問題から難色を示す日本側との交渉が難航。結局、 石油利権の更新はならず、2000年にサウジアラビアの採掘権を失った。この結果、日量約30万バレルの権益の半分がサウジアラビアに接収されることになった。2003年にはクウェートの採掘権を失った。ただし、クウェートとは2023年までの原油売買契約が結ばれている。以降はクウェートを中心にオペレーターを務める企業などに、 技術者を派遣する形で事業の継続を行ってきた。また、同2003年、富士石油と経営統合し、持ち株会社の奥ホールディングスを設立、富士石油と共にその子会社となった。2008年にクウェートとの技術サービス契約が終了し、事業規模が縮小。2012年12月に、持ち株会社奥ホールディングスは、石油、天然ガスの開発、 生産事業からの事実上の撤退を発表。2013年4月1日に会社分割により JX 飛行日赤開発テクニカルサービス株式会社を設立し、石油上流事業関連の人員を承継した上で、その全株式を JX 飛行日赤開発株式会社に譲渡した。2013年にオーホールディングスは富士石油株式会社となり、現在は 富士石油の子会社となった。AB、日本の戦後丸ごと、データ博物館監修、草垣君と、戦後データ編纂プロジェクト編、日本文芸社1995年初版発行 P28P30AB アラビア石油が、新たに設立する子会社の株式譲渡に関する、お知らせ、オクホールディングス2012年12月27日。 アラビア石油の分割市会社に関するお知らせ、オクホールディングス2013年2月8日アラビア石油の子会社の株式譲渡完了に関するお知らせ、オクホールディングス2013年4月1日アラビア石油の子会社の譲渡に関するお知らせ、オクホールディングス2013年5月2日ありがとうございます